こんばんは。こんばんは。てて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 。てて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 。こんばんは。あ、待って。いつもと反対側にカメラ置いてるから無意識で手隠しちゃった。コージさん、椅子にありがとうございます。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、こんばんは。うん、七口さん来るよって本当に来た、すごい。こんばんは、お疲れ様です。ごめんなさい、本当に先日、昨日だわ、昨日お疲れ様でした。わあ、車両ミスった、ごめんなさい。なんか私運転手さんにどっちも同じとこ行くからって言われて、まさかのなんかサマー乗ってたら近かった。ごめんなさい。絶対に次行きましょう。絶対行きたい。そう、びっくりしました。なんかどこ行くか分かんなくて。隣のミスさんにも聞いたんですけど分かんなくて、気づいたら違うところにいました。ごめんなさい、お疲れ様です。そう、声結構戻りました。昨日戻ってほしかった。ようやく声がいい感じに戻りました。そう、本当に連絡先知ってればその後すぐ行ったのにって思ったんですけどね。やっぱり難しいですよね、連絡先がないと。絶対次行きましょう、行きたい。ウッズアンドお疲れ様でした、ありがとうございます。次はいつ出れるかな。あ、でも青春ガールズ公演とかもあるからね。豚骨で喉を潤さないと。本当に豚骨ラーメンって喉良くなるんですか？なんかピオスさん言ってましたよね、昨日の自己紹介 MC で。びっくりした、私の2個前ぐらいに自己紹介しててね、すごい今日は喉がめっちゃ調子がいいのでって言ってて、えーって思って、私も豚骨ラーメン食べていけばよかった。かのさんが言って、へえ。あ、22行こうって言ってた。22ってなんだっけ、今日何日だっけ。今日は20だ。明日、明後日、明後日、明後日って何曜日だ。20、21、22、月火水。22って何やってるっけ私。あ、暇かも。あれ、暇、もしかして暇。あ、22が青が、分かんなくなっちゃった。青がって何日だっけ。あ、青がか、生誕祭もしかして。サーヤ生誕祭だっけ。え、ありよりのありです。ありよりのありです。ね、次こそ。え、めっちゃ来たい。てか今日テロップ書いてなかった。
お疲れショールームしちゃった。めっちゃ良いです。それどうする？持って帰る？ご視聴ありがとうございます。あ、多分ね、左で大丈夫。バイバイ。千葉大ではないです。千葉出身の大学生です。千葉大に間違えられる？ちょっと変えた方がいい？テロップが雑すぎる、それな。誰かいます。でも帰るらしい。はい、千葉出身大学意味わかんない。こんばんは。千葉のふくろです。あなたは今日かな、推しほらちーん。千葉のほくろ、どうやって言ってるっけ。千葉のほくろわかんない。あ、新潟ほくろか。千葉ほくろ、大学9年生に見えた。もうダメやん、今日ももうダメじゃん。もう今日のテロップ雑すぎて。SKE 休憩って書いてとこじゃん。だんだん足してくる。チーマン袋。今日のお洋服はちょっとレッスン着に着替えたのでめっちゃ適当です。ピオスさんスタイルでいきますか。じゃあはい、大学9年生にならないよ、頑張ります。ラップスタイル、ラップ。よー、よー、カノンだよー、やー、よー。これ、昨日、そういえば写真これで撮ったね。わかんない。アンコールのピオスさんってこのイメージ。よー、よー。フォローしてよーよー、カノンだよーキャさん。キャさんのショールームフォローしてよー今日はそう、カレー行きました。もう大好きなね。スキー入ってからもう3回も行ってる。1回目は田辺さんと2人で行って、もう1回目はおつまことさあやとみっちゃん4人で行って、今日はおつまことさあやと3人で行きました。めっちゃ行ってる。今日はチョコレートなんと、中にめっちゃチョコ入ってて
超美味しかった。チョコナンと、あとは普通のナンとハニーチーズナンを食べました。いつもはチーズナンなんですけど、ハニーチーズもそう食べたくてハニーチーズにしました。その後にタピオカ飲みに行きました。なんかね、めっちゃ美味しいとこだった。なんだっけ、待って、あれ見ないとわかんない。し何ティー、しキューティーだ、キューティー、 CU にお茶のティー、ティー、キューティー、多分めっちゃ美味しかった。やばいよ、え、本当にびっくりびっくり。あの名古屋のフォーチュナーティーボックスの隣にあります。栄か、栄名古屋どっちわかんない、あそこら辺のよく分かってない私は。まだ優先度は超えません、さすがに。栄は名古屋で、まあまあ確かに横浜的な感じか、感覚的に。今日誕生日なんでお祝いしてよ、おめでとうよ。なんかキューティーはめっちゃ美味しいんだけど、その裏っていうか、ちょっとキューティーの奥の方進んでいくとちょっと怪しそうなお店がたくさんある。終わったの？野垣さん昨日の配信で呼びかけてた。嘘、何を？これは杉山パイセン。いや杉山パイセンはすごいのでめっちゃうまかった。裏でもめっちゃずっと言ってました。杉チル加入なんだっけ忘れた。そうめっちゃすごい、うまい。私はそんなにうまくないです。え、本当に怪しかったの。なんかね、わかんない、なんかよくなんか入っちゃいけないようなお店がたくさん並んでたのでちょっとやめました。ラーメン食べ行こうって、行きます行きます、絶対行く。じゃあなんかね、よくわかんない、なんか占いがたくさんあって、占い手相占いみたいなのがほんと狭いとこに3つぐらいお店あって、なんかよくわかんないおもちゃのお店が、人形とか売ってる某有名な千葉にあるなんちゃらの国のキャラクターのとかめっちゃあるところに、しかもすごい匂いしたのとか、なんかよくわかんないものがなんかいっぱいあった。そう、ですよですよ。大須は謎の店多いよ。なんだろうね、大須はなんか大阪っぽい感じの雰囲気もありつつ、なんだっけな、なんか
どこだっけな、秋葉原っぽいところもあるし、商店街抜けるとなんか面白いです。もう秋葉っぽさわかる、本当。もうジアで黒糖飲んできました。良い黒糖最近多いよね。今日私が飲んだキューティーは、私は抹茶黒糖にして、抹茶黒糖めっちゃ美味しかった。マジでおすすめ、抹茶黒糖が絶対一番美味しい。サーヤとおつまこはなんか普通の黒糖、なんだっけ、ミルクじゃなくてミルクティーかな、わかんないけどにしてたけど、本当に抹茶黒糖が一番。最近黒糖すぎてちょっとね飽きてきたので、普通の黒糖ミルクとか黒糖ミルクティー系はよりちょっとなんか足したりとか違うの飲みたくなってます。なんだっけな、あそこも美味しいよね、ブルブルだっけ、名古屋の。これは普通の黒糖、野ならも黒糖ね。あ、ジアレイ名古屋にできたらオーラドリンク楽しみ。ジアレイってなんかさ、よくわかんないけどさ、なんだっけ、あのごま団子だっけ、ごま団子、中華街で売ってるようなごま団子がいつも売ってるのめっちゃ気になるなんでごま団子売ってんだろうって。あの唐揚げと一緒に売ってるとこも結構ありますよね、オースとかに。プラス一品的な。何やってんねん。ごま団子も台湾の名物。あ、確かに。だからか。なるほどね。ラーメンプラス一品は何ですか。うん。難しいね。それは今だったらのぞきにネギかなでもまあ普通にあれじゃないですか、卵とか。あ、メンマも好き。綺麗な目ありがとうございます。ノットカラコンです。ノットカラコンだけど目が、こっちは前髪で暗いけど目が明るい。色素が薄いから夏の日差しには弱いです。味玉といえばミスさんね。確かに。え、ミスさんじゃないですよ、ちなみに今いるのは。今日は違いますよねえ、何聞いてんの。サングラスかけるタイプ結構ね。ねえ、だから音ありうるさい。
サングラスはうん、かけます。でもかけるかける、でかけないと逆につらい。横浜家系ラーメンとかめっちゃ好き。家系いいよね。厄介な人いる、ちょっといるかもしれない。待って、まだ30分ではないか。でもそう、今日一緒にいたおつまことさあやの生誕出れるのですごい楽しみです。楽しみ。私の生誕なんてまだまだまだ過ぎて、今何月？ 5月？ 5月は本当に私のおじさんと私のお兄ちゃんの誕生日くらいだった。今まで12月ね、半年以上もあるよ。長い。12月って誕生日多そう。痛い。楽しみ。なんだろう、青が？青が？ 12 月とか何やってんだろう。ああ、誕生日の時期忙しいから年明けになるか。12月のカンガルーいいね。12月のカンガルー、またたたたた君がいる。なんかガチで踊ってる人がいるよ。 SKE 11月が多いイメージ。めっちゃすごい声です。マフラー似合いそう。本当に何やってんの、怖い怖い、本当に怖い、やだ。マフラーといえばあれですね、イコラブ。びっくりびっくりめっちゃコメント埋め尽くされちゃったじゃんねえ。だけ見て心がキャンスティー、こんなに見てるのに必要気しないで振り向いて。チーズナに合うカレーはチキン。チキンが一番だよ。バターチキンとかあれば最高だよね。今日はベジタブルにしちゃったけど、なんとなく気分で。でマンゴーラッシーが一番良い。今日のとこマンゴーラッシーなかったから普通のマンゴージュース頼んだけど。チョコナに合うカレーは難しいよ。
系好きね。そうね、意外に、そう、マンゴー好きなんですよ。マンゴー好きなんですよ。今日も行ったそのキューティーもマンゴーのマンゴータピオカあったんですけど、ちょっと今日はもうマンゴーすでに飲んでたからやめた。なんとなく抹茶が良かったか。あ、ね、そうですよね、ゆうこすさんなんかやってましたよね。見ました、なんか誕生日で、誕生日フェスかね、すごい来たかった。さすがに S だったか行けなかったけど、めっちゃ来たかった。和田さんとかもね、いたよね。めっちゃ YouTube よく見てました。すごいよね。マンゴーウイルスってるし、え、分かんないかも。普通のウイルスしか食べたことない。今朝もショールーム、そう3分ね、はい、 AD があと3分って言ってます。そう、今朝もショールーム、SK 入る前の方がショールームしてた。朝起きてショールームして、イベントとか出てたから、それこそショールーム、朝起きてショールームして、ご飯食べて学校行く前にショールームして、学校行ってからショールームして、お昼休み、休み時間ショールームして、学校終わって、終わったら学校でショールームして、家帰ったら帰ん、なんていうの、友達とカフェ行ってもショールームして、帰り道でショールームして、家帰ってショールームしてました。本当にね、地獄だった、本当に。でもやっぱりなんかそこまでやるとね、精神的苦痛だから、本当にさすがにね、おすすめしません。はい、まあイベント、ショールームのイベント結構ガチじゃないですか。もう本当にちょっとその時はやばかったです。もうなんかな、もう泣いちゃう、本当にしんどいです。かったい。そう、永遠と思ったら次のイベントとかやってたから、なんかでも一回だけのイベントとかだったらまだいいけど、ずっとやってた、イベント出て終わったらイベント出てみたいな。ね、ちょっと顔が暗くなるやんか。もうそろ終わり？はい、じゃあ男女読みします。13位ダイソン、12位京一さん、11位アンキューさん、10位ヤマくん、9位トムソンさん、8位シマクマさん、7位ジェイさん、6位タカピさん、5位カズカズさん、4位ヤマちゃん、3位モナカさん、2位マーコポンさん、1位ひらがなテラスさんです。ギフトもコージーさん、シマカゼさん、ショータさん、モモトシンさん、ジェイさん、ヤマちゃん、ショータさん、オニジュニ公演、マーカポンさん、島風さん、モナカさん、行ったわ、豊松さん、こんな感じ、ウェイヒロジョーさん、タカピさん、北斗さん、コージーさん、同じの言っちゃった。はい、ありがとうございました。近いよ。はい、じゃあまた明日お会いしましょう。待って、そうだ、今日も場面結局いつしか送れなかった、ごめん。あ、待って、でも11時前だからもう一回送れるかな。はい、ということで
頑張ります。バイバーイ、おやすみ、またね、バイ。